はいさい、タチョです。ナルです。せーの、タチョナル Vlog です。よろしくお願いいたします。ということで、タチョコは今スパイダーマンになっております。仮面がね、カバンの中に入ってます。今からね、那覇マラソンの会場に、大野山公園に行ってまいります。スパイダーマンでね、今日は沿道の方をめちゃめちゃ盛り上げたいなって思うので、那覇マラソン頑張ってきます。頑張るので応援してね。じゃあまたね。見えてるの？見えてるけど、うん、視力 0.02 ぐらい。だいぶ。ナマラソンスタートまであと6分になりました。最後までね、完走を目指すんですけどね、まあ無理せずね、楽しく走れたらなと思います。とりあえず沿道をめちゃめちゃ盛り上げて、YouTube も撮りながら行ったらね、本当に楽しんでね、頑張っていこう。いや、頑張ります。一番地味のリアクション。ありがとう。行ってきまーす。わあ、前が見えん。なるほど。ゆっくり走って、ゆっくり走ろう。頑張るよ。頑張るよ。ブラボー、ブラボー。ああ、でも楽しいね。楽しいね、本当に。すでに楽しい。ありがとうございます。ありがとうございます。イエーイ。ありがとう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 。高いっすね。最高。第一次制限地点がある。やるぞ。あったかいよ。
ちょうど中間地点やってきました。意外と時間が3時間ぐらいでちょっとやばいかもしれない。頑張ります。バイバーイ。ハーフ、もう足つってるんですけどね、ちょっと頑張って走りたいと思います。ありがとうございます。バイバーイ。頑張るよ。通過しました。でもきつすぎて仮面取ってます。いや、ありえんきつい。いやでもあと10いけるぐらい頑張ります。絶対完走する。喋れない。お疲れ様。見つけました。めっちゃ悲しい。めっちゃしける。間に合わなかったね。間に合わなかった。41キロ地点超えて あと500メートルぐらいで悔しい。パンパンパーンってなって悔しい。終了。初めてマラソンで間に合わなかった。間に合わなかった。落ち込んでます。超落ち込んでる。ありがとうね。またね。いや今回はね、まあ、言い訳にはなるけど、とっても暑かった。意味わからんぐらい暑かった。本当に昨日の天気嘘みたいな。ちょっと言ってた。あ、待って、何も言えん。もうやばい。仮面の下も泣いてる。泣いてる。泣いてるから撮れない。あ、撮れないんだ。ボロ泣きしてる。いい音なんか。こっちのね、41キロ地点の会場に入る前に両足がピキーンってつって後ろからすってんころりんして、大人4人に助けてもらって、大丈夫ですかっつって、これ乾燥したいんですって言ってめっちゃマッサージしたの。それでみんなにしゃー頑張れって声援送り出してもらったのに、残り30秒って言われて、はっあ、終わった、でも頑張るぞって走ったけど嬉しい。でも隣のスタッフがさ、ずっとカウントダウンするので、もうさ、ドキドキハラハラです。どうしようと思ってた。これはあのコスプレしてなかったら完走できたかって言われたら、またそうでもなくて。あー、なるほど。そう、本当にコスプレ、やっぱ練習大事。練習は大事だし、コスプレしてたからこそたくさん声援をねいただけて、その分足の疲れがとっても取れたので、まあそれでも間に合わなかったんですけど、日々の努力だね。あのここ最近 YouTube の編集しかしてない。そうだね。全然走ってなかった。いや、なるちゃん待っててもらったのに。はぁというわけで、ファイターマンは落ち込んでるので、はい、切り替えていきましょう。来年頑張ろう。来年頑張る。ちゃんと練習する。練習しよう。ちゃんと練習しよう。また次の動画でも見ましょう。この動画が良かったと思った人は、良かったと思うよな。仮装してないんだもん。よかったよ。高評価とかね、チャンネル登録とか、コメント書いていただけて嬉しいです。あの、励ましの言葉をコメント欄にお願いいたします。では、またチャイヤー。チャイヤー。今回ちょっとやっぱ暑くて暑かったですね。
しんどかったですね。でも3年ぶりの開催だったんですよ。どうでしたか、久々の長浜ロフト。いや、久しぶりなしで、やっぱ沿道もめっちゃ盛り上がってて、はい、楽しかったです。YMCA もやりました。やりました、やりました。とっても楽しかったですね。すごい、41キロ走った感じじゃないですか。まだいけますね。いけます。しんどいですか。今日この後気持ちよく、お酒飲みますか。悔しいんでも。そうですね、はい、昨日マラソンないからありがとうございました。一つ悔やまれるのがさ、15キロ地点ぐらいで俺が走ってる時に後ろでさ、ズトンってなってから、まあみんな必死だから走ってたの。そう、俺スパイダーマンだから助けようと思って、うん、大丈夫です大丈夫ですかって靴脱がしてからマッサージして救急車呼びますかみたいなやってたわけで、結果消防の人来てくれるから、ね、もう大丈夫で走っていいよって走ったけど、ちょっとあれなかったな。まあそのこと、まあ、もう仕方ないけどね、終わったからえらいね、助けたんだ。でも人助けしたから、まあまあまあいいでしょう。うん、役には立ったよ。沿道もめっちゃ盛り上げたし、うん、お疲れ様です。その人が無事ならよかった。うん。